皆さんこんにちは。エンクリプトのラーナーマネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語を学ぶことを通じて人生を変えることを応援します。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいですが、投資の際にはあくまで自己責任でご判断するようお願いいたします。はい、今回の動画ではエバードムのランドディスカウントの引き出し方法10セット、サトシアイランドの最新情報を見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。1点だけ告知です。サッカー元日本代表の本田圭佑選手がアンバサダーを務めるビットケツ取引所のパートナーになりました。本日の8月の5日から初心者も参加できるトレード祭りが始まりました。ビットコインの報酬以外にも PS5 や Amazon ギフトなども抽選で当たるそうなので、まだご登録されていらっしゃらない方、ぜひ登録してみてください。なおですね、リンクからご登録いただいた方、特別の特典で手数料が永久 30% オフと最大で4163ドルのウェルカムギフトもあるみたいなので、ぜひ登録してみてください。個人的にですね、攻めたイベントもされていらっしゃるので、応援していきたいと思っています。それでは、エバードムについて見ていきます。今回は、エバードムの以前行われたランドセールのディスカウントについて引き出し方法を実践して紹介いたします。じゃあ時間制限が書いてありまして、1週間のうちで引き出す形になります。なおディスカウントのレートについては以前の動画で紹介をしたのですが、アーリーヒーローズメタヒーロートークンを持っていらっしゃる方は 10% から最大で 25%、 ジェネシス NFT をお持ちの方は 10% から最大で 10% の割引を得ることができます。なお先ほどのディスカウントは併用はできず、アーリーヒーローズの方はそちらが優先されることをご期待ください。それではウォレットをつないでいきます。今回はセーフファルのウォレットの例で見ていきます。はい、今スイッチ2ネットワークの表画面にスマホの方に表示されまして、先ほど画面にちょっと表示があったんですが、戻ったところですね、こちらなくなったのでクレームしていきたいと思います。はい、今回私の場合ですね、約5万8000ドル取る形になります。キャッシュバッククレームということで別に行うことができました。また中長期のお考えの方はステーキングをしておくと数を増やすことができるので、それぞれのやり方に合わせて活用してみるのも一つだと思います。ランドセール終了後、アルファ版のリリースもティア1ホルダーから始まっています。まもなくですね、ジェネシスホルダーをお持ちの方はメタバース内でユーティリティのある宇宙服 NFT ももらえるそうなので、今後に期待をしていきたいと個人的に思っております。今回のアルファ版のリリース後ですね、あの年を買ったんだなと思うとですね、非常に今後が楽しみだなというところがあります。続いてテンセットサトシアイランドの最新情報を見ていきます。テンセットのインフィニティのページに新しくリーダーボードが追加されることになりました。インフィニティはテンセットをロックすることによってさまざまなトークンをエアドロでもらえるという仕組みなんですけれども、今回ですね、上位100名の方のウォレットアドレスとその量が表示されています。一番上の方は100万トークン以上持っていらっしゃるということで、3億円以上ということですごい威嚇なんですけれども、近い将来ですね、ウォレットアドレスの隣に専用のアバターであったりリンクなどの SNS の情報を載せられるようになるそうです。もしかしたらですね、さらにプラスアルファのメリットもあるかもしれないので、また分かり次第アナウンスさせていただきます。個人的にはですね、 TGLP と比較してインフィニティのユーティリティはより改善できるポイントがあるかなと思いますので、そちらに期待していきたいなと思っています。続いてサトシアイランドについてです。いよいよですね、来週の8月の8日の月曜日にサトシアイランドのプレセールが始まります。8月8日は TGLP の対象者のトークンのプレセールが始まります。場所はですね、サトシアイランドの公式サイトのどこかで行えるようになります。1200ドル分購入できる予定で、必要な通貨は BNB となります。プレセールの詳細の情報やプロジェクト自体の内容については以前の動画で解説をしているので、そちらを参考いただければと思います。新しいニュースとしては、トークノミクスのページが公式ページに追加されました。公式サイトの一番右側のトークンのページを押していただくと、このようにトークノミクスの PDF が表示されるようになっています。見たところ、以前動画で紹介させていただいたものと内容は変わらないのかなと思います。サトシアイランドのインタビュー動画について、ツイッターのマヨさんが分かりやすい翻訳を作ってくださっているので、関心がある方はですね、ぜひこちらをご覧いただければと思います。ランドセルについて聞いたところによると、レストランなどの商業施設で一部の土地がすでに販売が行われていて、今回プレセールで行われる土地の価格も相対的に見ると安いという情報もあったので、もしかすると NFT も面白くなるかもしれないので、今後に期待をしていきたいと思います。以上が今回の動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメントお待ちしております。次回もお楽しみください。